ゆっくりというチャンネル。ついに Windows 11発表だーというか、最近フォントも字化けするんだけど、なぜ？はい、どうも Windows 11よりも大事な情報、カズハのトレーラーが発表されていましたね。こんばんは、稲妻四天王、誰を引くか迷うぜ。はい、ということで、いつものコミュニティにてどのガチャを引くというアンケートを取ってみました。で、ついでに似たようなアンケートをいつもの掲示板レッジとでも取っていたので、二つを見比べながらというわけでもないですが、どのキャラに注目が集まっているのか一緒に眺めていきましょう。はい、まずはレッジとの結果から見ていきましょう。まだ期間がありますが、投票総数は約2500票。余談なのですが、結構原神のレディットって盛り上がってない部類？もっと票数あってもいいのになっていつも思うんだよね。カズハが優勢ですね。なんだろう、全部スルーというやつは俗に言うその他の部類だから一番多いって言っていいんだろうか、謎の悩み。まあ、カズハ、神里、宵宮の3人だったらカズハ、神里、宵宮の順番で人気のようですね。総数を2500として、ガバガバな割合を出すとカズハ 29%、神里 24%、宵宮 16% だね、波数切り上げ。やっぱり姉御系キャラは人気が出にくいんだろうか。というか神里さんが予想よりちょい低めですね。まあ、トレーラー後の投票なのでトレーラー見た人は自然とカズハを引きたくなるのかな。で、この後私のコミュニティでの結果を紹介して各キャラを引く予定の方のコメントを紹介していきます。引くのを迷っている人はぜひ最後まで見てくれよな。はい、だいたい5000人の方から投票をいただくことができました。この結果、皆さんどうでしょうか？ちなみに、全部スルーという項目は必要ないと思いましたが、レディットと対比するなら入れるべきでしたね。まあ、今後来る4キャラの誰が人気なのか的なあれを測りたかったので問題なしかな。こちらでもカズハ 38%、 神里 33% で 5% 差、宵宮が 19% でちょうど2倍がカズハになってますね。まさかの、あんまり海外と差がないという結果でしたね。結構日本と海外って引く基準にズレがありそうなイメージでしたが、そういうこともないんですね。そして、左右は思ったよりだいぶ低い水準ですね。ロリは人気だと思ったんだけどね。時代は、イケメンなのか。まあ、原神って他ゲームに比べて女性率高そうなので、唯一のイケメンって考えると割と納得かも。まあ、女性月刊誌で、原神のポスターが付録になるくらいだしね。この時発表された人気ランキングの動画も出してるからよかったら見てね。ここ最近新キャラがほとんど女キャラで個人的にはすごく残念なんだよね。でも、原神のいいところは男キャラでも性能が良いという点、どっかの白キャットは男キャラは大体外れ、女キャラじゃないと強くないみたいな傾向が嫌でやめたんだよね。だいぶ昔の話。はい、ということで各キャラクターを応援するコメントを紹介していきます。あやかちゃんも強いし可愛いし声もすごい好きなんだけど、カズハくんイケメンすぎて負けました。多分すり抜けるのであやかちゃん当たるかな。無課金カズは当たってくれしょぼーん。神里待ってたけどな、カズハが魅力的すぎる。カズハ以降はイケメンが全くいなくなるからカズハ余裕でスワップ。やっぱり、イケメン好き多いよ。やっぱり、しばらくイケメンが来ないことを考えるとカズハに票が集まるのは必然か？サポーター不足なのでとりあえずカズハクレイ以外の PU 星5は持ってるので、稲妻実装されるときに適当に引く。キャラバフ欲しいからできたらカズハも欲しい。カズハはバッファーらしいですね。風サポートって入れようと思えばどこにでも入れられるので、そこが最大の魅力かもしれませんね。ウェンチ持っていない人だったらほぼ全力案件なのかな。カズハ、久しぶりの男。だから引っ張る。あやかやヨエミヤには興味がない。このリストで一番可愛いカズハ。まさかの、男キャラ可愛い事件が再発か？まあ、女性目線なら可愛いのかもしれません。男キャラで可愛いってなったのはハスタくんくらいだな。でも、ホモは NG だな。はい、ということで、次は神里あやはなさんを引く人の意見。そういえば、鬼滅の人の声優さんなんだっけ？鬼滅全く見てない人。水厳選してたら最強の氷論ができたので、これは神里を引けという運営からのお達しだと受け取りました。氷アタッカー感を逃したので、あやはなちゃんだけは絶対引く。神里さん、ベータの情報だとアタッカーらしいので、感を引けていない人は全力かもですね。でも復刻の流れはそろそろカンウとアルベドなので、時期がちょっと悪い説もありますね。ベータの動画では神里さんもスキル使わずに、元素付着できるんだっけ？まあ、どこからがリークの情報かわからないので性能についてのコメントは控えます。でも、カンウ復刻が予想されるのは神里さんのガチャへの向かい風になりそう。
神里ちゃん見た目もいいし性格も女神なので引きます。神里に決まってるだろう。引いて嫁にして、めでる。そのために毎日休校中を召してる。あやはなお姉ちゃんと最後まで一緒に旅をしたいのであやはなお姉ちゃんを引きます。やっぱり、見た目の圧倒的人気な神里さんですね。というか、リリーストレーラーかなんかで一瞬出て、いつ出るんだよーってなってる人はそろそろ限界か？暖かいお天気ですね。日本人モチーフということでやっぱ好きな人は多そうだよね。それでは、宵宮を引く人の話を見ましょう。宵宮欲しいですね。声が好みだったら引こうかな。宵宮ですね。早く引けたりしたら武器なり神里に回すかもってくらいです。宵宮が一番低い。それは変わりましたね。以前はどの調査でも彼女が1位か2位だったのに。以前はすごい人気だったんですね。これはトレーラーの影響かな？実際、実装となればみんな引きそうですが、どうなるんでしょうね。宵宮さんは、原神では貴重な姉御肌、ぽいのでというか、限定星5では初の姉御肌？なので、姉御肌を好きな人は少なめなんだろうか、それともリークの影響なのだろうか、ある意味注目かもですね。自分は姉御肌が苦手なので、性能を見て引く感じになりそう。嫌いなのではなく、苦手ということでご了承いただけたらと。そして、みんな大好きロリッコ左右の話。早袖ちゃんが最下位だと。なんでや、可愛いだろ。そう、早ゆずちゃん可愛いロリ最高だ。どうしよう、早袖ちゃんが来てくれたら念願のロリパーティーを築けるというのに最下位は納得いかんよな。むしろ他の選択肢がない。左右ちゃんダルルを当たり前だよな。絶対早袖ちゃん。ロリ、娘4人パーティー作りたい。ロリコンクしたい、早ゆず、余裕あったら神里。左右に関しては、強い意志を感じますね。やっぱりロリコンは強いのか？ロリ4人旅とかしたい人かなり多そうですね。このロリコンどもめ。で、最後に全てを引かないという選択を選んだ方を見ていきましょう。時期的にショートカヌの復刻そろそろ来そうだし、全パスかな、雷神も欲しいし。最優先将軍の復刻だから、あまりそうなら宵宮和葉神里の順で優先します。カヌの復刻待ち。やっぱりカヌ人気だな。将もカヌもどっちも持っていないから、復刻どうにかして引きたいな。どうせ、いつか復刻するって割り切れば、カヌと将に集中できそう。私は、持ってる原石をとりあえずガチャに突っ込むスタンスなので、脳死で和葉ガチャ回す予定です。さあ、あと数個紹介して今回の動画はお別れですね。よかったら、今回の動画にもコメントでどういう理由で、どのガチャを引くか教えてね。全員が俺の翼だ、全部。出るまで回せばガチャは買い物。この4人でパーティーを組みます無理。選ぶ必要はない。全部引け。全員引くに決まってんだろ。ゆきちの許す限り。随分、特徴的なコメントが来ましたね。はい、もし今回の動画で紹介したコメントに同意できるものがありましたら、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。さようならだぜ。